日本は1次ラウンドを全勝で勝ち抜き準々決勝に進んだ。負けたら終わりのトーナメント初戦、栗山が先発を託したのは大谷だった。翔平が緊張していた。それでも1球目から全力で声を上げて投げていく。攻撃中も一切座らない。格闘家がリングに上がる前のようにふうふうと息を吐きながらずっと後ろで歩いている。まさに誰も声をかけられるような雰囲気ではなかった。準決勝前日、勝負に対する栗山の感覚に研ぎ澄まされて。3月19日、野球の肝。準々決勝、プエルトリコ対メキシコ、アメリカ対ベネズエラ、共に打ち合いになったが、最後のメキシコ一気に逆転も